うわ、あんちゃん今日、鼻汁すごいね。今日ね、あんちゃん、予約してやるんです。じゃあ行きますよ。あ、よし。え、じゃじゃーん。久能山のふもとにある肥後農園です。父ちゃんたち、今日は土曜日の午後1時半今からあのと、いちご狩り予約してあるんで、絶対どうも早く食べてね。いちご狩りやってきたぞ。いい匂いするわ。すごい。はい、早速あんちゃんもらえますか。いただきます。いただきます。うまい、うまい、めちゃめちゃうまい。あんちゃんのいちご我慢できんってしょうがない感じです。そうじゃない。おいでおいでおいで。はい、どうぞ。うわ、嬉しい。うま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 。こっちに見える。もうないよ。もうないって。次食べようね。私にください。早くください。いちごください。まだですか。私のいちごまだです。わーかわいい。うん、うまうまじゃ。うまうまじゃ。いっぱい食べれるね。いいね。その下の方がいいよ。おいで。いやー、いちごばっかりです。最高です。これは甘いです。じゃあ、母ちゃんたちも食べますか。はい、はい、母ちゃん、頭にいちごかかっとるだよね。え、ね、たわし、頭がたわしだよ。まだ待ってる。ダメだよ、母ちゃんが食べるんだから。今度は、うん、次は母ちゃんの番。甘い。ちょっと顔突っ込んで食べてかないの。ちょっと、あーちゃん、何顔突っ込んだの。私の番まだですか。私の番まだですか。こっちこっち、あーちゃん、それゴミよ。こっちおいで。あ、来たぞ、また来たぞ。あののもう来たぞ。私にください、私にください。はいはいはい、母ちゃんが食ってくれますよ。嬉しい嬉しい。うまうまいだ。甘いね、あんちゃん。今日も今年のやつすごい甘い。甘い。あの、おいで。うまい。はい、父ちゃんに取ってあげた。うまうまじゃん、あの。あの、おいで。あの、もういいの。新しいのください。あの、まだここあるよ。新しいのくださいじゃないよ。あのってさ、手前にあるやつは確保しといて、新しいの欲しがるタイプだね。おいで、なんでおいで。はい。ほら、なんで母ちゃんの手から食べれて、父ちゃんの手から食べれんの。あの、甘えん坊だね。おいしいね。ねえ、あんちゃんさ、垂れ目になるね。甘えん坊食べるとき垂れ目になるね。もういいの。わぁ。やっただね、あのね。え、服？はい、どうぞ。ありがとう。先にだ。あそこ乗ってもらおう。ここの丸吉農園、去年も来たんですけど、今年の方が甘い。おすすめですよ、今年は。めちゃくちゃうまい。甘い。ねえ、あんちゃん、背中にいちごついてるけど、どうしたのこれ。頭にも先ついとったし。うん。気になる？いい匂いするでしょ。時間制限なしなんだよ。すごくない？ワンちゃん連れでゆっくりするにはもう最高ですよ。甘い甘いだし、うまうまですぞ。なんかね、見た目がね、このでもそんなに赤くないでしょ。でも食べてみるとすごい美味しいの。あんちゃん冒険してます。あんちゃん冒険してます。おお、たたたたた。母ちゃんどこまで来たの。はいはい、冒険中冒険中。あんちゃん、母ちゃんはイチゴ買ってます。あのも食べる？ねえ、なんか食べる？じゃあ、ちょっと甘そうなやつ探してあげるわ。これが甘いかな。これ甘そうだね。これ行こうか。よし、あんちゃん、こっち来て。はいはい。うまうま？もういいの？ちょっと飽きたみたい。水が出てきた。わかります？これ。自動で水がやれるシステムになってるんだ。石垣いちごってこういう方なんだね。お腹いっぱい。母ちゃん、始まってまだ10分ぐらいしか経ってないのに、早々にお腹いっぱいになっています。母ちゃん、もうお腹いっぱい。で、あのもさ、もうだいぶお腹いっぱいになってきてるじゃん。剃ってる方が美味しいんだって。どれどれどれ、どういうこと。こうやって、こうなってる方が。葉っぱがこうやって反り上がってる方が甘いらしい。うん、こうなってる方が甘いよ。へぇー。らしいよ、あんちゃん。見分け方があるみたい。父ちゃん、前半戦、いちごはとりあえず一杯食べてたんで、後半に入ってきて、練乳で味変したいと思います。じゃじゃーん。甘い。元から甘いのがまたさらに甘くなった。もうね、あのがね、さっきからね、いちごじゃなくてもう練乳、練乳にすごい話あげれない。これは食べれないの。ね、お砂糖いっぱいだから、あの練乳はダメなんだって。じゃ、ダメです、ダメです。これはダメ、震えてもダメだからね。練乳は待ってももらえませんよ。ね。はいはいはい。練乳もほとんどなくなってしまいました。でも母ちゃんが練乳使わないので、父ちゃんもう一個使えるんです。母ちゃん大人だね。大したね、あんちゃん。お、あんちゃん、甘そうなのあるぞ。私はいりません。もういちごはいいんです。いちごはいいんで、何か美味しいものをください。去年来た時はすごいバクバク食っとったじゃん。あんちゃん、あんちゃん何食べとんの？花びら食べとるでしょ、あの、いちごの。花びら食べないで食べ。ちょっとやめて。あのさん、あのさん、いちご食べてください。やめて。
to fight it off, try to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go.美味しい。いや甘いよ。甘くない、すごい。めちゃくちゃうまいよ。今全国の練乳ファンを敵に回したよ、知っとる。ねえ、あの母ちゃん今ね全国のね練乳ファンを敵に回したからね。父ちゃんは練乳大好きです。めちゃくちゃうまいと思います。こんなうまいものはなかなかないです。だってあのだって欲しいだもんね、練乳はね。ゾゾゾゾゾゾゾってするぐらいうまいってことだね、この練乳はね。何を言ってらっしゃるんですか、ですよね。いちご山ほど食べました。もうなんちゅうんですかね、満腹感はないんだけど胃袋の中がタプタプです。もうちょっとこれ以上食べれません。あのちゃん食べたね、いっぱいね。あのちゃんは意外とちょっとしか食べんかったね、3粒ぐらい。まああのからしたらパンパン顔なんかはね、あのの体重から考えたら人間で言ったらさ、スイカ3つぐらい食べたようなもんだもんね。頑張りました、美味しかったね。でも去年ほどバクバク食わんかったね。あのどうしたのかね、今年は。このあなたもね、あのね4歳なのでさ、あんまりそうじゃなくなった大人の味あのしたになりました。ということで、あの今年のいちご狩りは仕方すごいおすすめです。あんた眠そうだね。あんた眠そうだね。あと丸吉農園さんおすすめです。ワンちゃん連れには、ね、ワンちゃんと一緒に行けるいちご狩りってあんまないもん ね楽しかったね。多分また来年ここに遊びに行きます。静岡県の丸吉農園さん、はい、皆さん覚えておいてください。メモしておいてくださいね。平日はやってません。土日の午後1時半からワンちゃん、あのワンちゃんおらんかったら土日の朝からやっとるけど、ワンちゃんおったら1時半からちゃんと予約してきてくださいね。もうそーりもうそーりもうそーり、こういう気持ちいいですか。温室の中はポカポカで暖かいね。お昼にには抜群だよ。いちごの赤が真っ白で可愛い。ちなみに後ろに映ってるいちごさんたち父ちゃんたちがだいぶ食べたんで赤いのがあんまないです。ほら見てください、白いのばっかりになってきました。またこれで実ったら他のお客さんが入っていちご狩りするだね。楽しかったね、いちご狩りね。はい、3人で満腹。はい、楽しいいちご狩り、また来ましょうね、来年もね。はい、バイバイ。あ、お腹バン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 。あのどうしたの、もう帰るってなったら急に元気になったじゃん。なんで尻尾ブンブン。私はもうここでもう休んで帰るんで、さっさとお家に帰って休憩するのです。あんちゃん父ちゃんがブランケットさ敷いてあげたのにもう早くぐちゃぐちゃしとるじゃん。うるさいうるさいうるさい、私はもうストレスが溜まってるんです。早くお家に帰らせてください。もう やってらんないんです、私はやってらんないんです。はい、お家帰ります。今日楽しかったね。花の一気に掘り込みで今日は終わりとなります。バイバイ。はい、バイバイ。はい、もう帰る準備万端。私帰りますけど、スフィンクスしてますけど。今日のいちご狩りのお土産でいちごの苗をもらいました。日当たりのいいところで育ててくださいってあの、ね、農園の方に言われたんですけど、ここに置こうと思うんですけど、そのうちあのに食べられないか父ちゃんは心配で仕方ありません。まであるかな、これお留守番するときあの食べんかな、大丈夫かな。ねあのいちごさ食べちゃダメだからね、盗み食いしちゃダメだからね、分かった。目を合わせんね、これはいちご盗み食いしようとしとるってことかね。はい、母ちゃんが大事に育てるやつだで、眺めるだけにしてね、で匂い嗅ぐくらいはいいからね、分かった、食べちゃダメだからね。楽しいいちご狩りだった。バイバイ、おやすみなさい。疲れました。今日は今回も動画見てくれてありがとうございます。ご評価してくれたら父ちゃんすごく嬉しいです。愛犬と一緒にお出かけって本当に楽しいですよね。まだまだ行ったことのないところがたくさんあると思います。ここいいよってところがあったら教えてくださいね。また次の動画で